石金 TV の石金です。2020年7月、えー、23日の動画日記となります、えー。祝日らしいです、今日は。はい、心なしか、えー、街に人が、街で歩いている人がいつもより多かった気がします。特に高校生、えー、のみんなが、高校生のみんなというのはよく分からないですけど、高校生が、えー、うじょうじょううろついていました。はいえー、それでははね今日は えー、朝は、あれです、その晩ね、昨日の夜、ちょっと好きなアニメを見ながら、お酒を、まあ、2貫、えー、飲んで寝たわけですね、えー、それでやっぱりお酒を飲んでから、えー、寝ると、お酒が抜けきってない状態で寝ると、やっぱ次の朝ね、えー、寝起きが悪い、えー、今日も遅刻7時20分に起きてしまいました。はい もうその時点で米田コーヒーはね、7時から空いてるわけなんで、ちょっと遅刻して、8時5分ぐらいから、えー、作業を開始しました。で、いつも通りやりまして、えー、そうですね、今日は、えー、そうですね、もう米田コーヒー朝から、えー、いつも一緒にブログとか、動画に行き、この動画に行きとか、頑張ってる近所の友人と、えー、ずっと一緒にいましたね、一緒に作業してましたね、はい。えー、すごく、この、まあ、今日は、 一日通していやほとんど、まあ、昼寝基本はいつも昼寝しに家に1回帰ってまあご飯食べて1まあ1回、えー、ここで昼寝するんですけども今日は全くまあほとんど眠くなんなかったですね昼寝もしなかったですしあの今日は米田行ってサイゼで昼飯食って、えー、その後ねまあカラオケ行くか カラオケでで作業すするかとかと迷ったんですけどちょっと今日は祝日だし高いし、まあ、多分高校生上々いるんでちょっとやめとこうかってなって結局あのいつも通り最近のルーティンになりつつある午後のジョナさんへ、えー、ゴーしてきましたはいで、えー、ジョナさんでね作業したわけですねその後はまた、えー、いつもの夜ご飯松マケン中華食堂で、えー、レバニラ定食をいただきましたはいという感じで、えー、今日は一日こういう感じで 過ごしましまた、はい、ちょっと今日ね本当とは、まあ、晴れてたらあのフリスビーね運動したかったんですけど、ね、ちょっと、まあ、また微妙な天気だったんでまた、まあ、明日とか晴れたらもしまたあの友人の友人っていうかもう友人なんですけどもあのー、が遊びにまあ久しぶり1ヶ月ぶりくらいかなに来るんで3人でまたまあ晴れたらフリスビーでまあ普通に晴れなくても夜はサウナ。 行くんで、まあ、す。ごい楽しみで、すね。はい、で,すで、えー、今日は、えー、2つかな。<laughs> えっとですね、ちょうど3分にしときますか、じゃあ、えー。いつも通りジョナさんに行ったわけなんですけども、午後ね。で、いつもちょっと座る席を変えてみました、今日はあのー、いつもは入ってすぐ右に行ったとこの、ある結構、 あのー、まあ広いところに、まあ、入り口入ってすぐのところに座ってたんですけどもちょっと今日は気分転換して、まあ、そこが空いてなかったからっていうのもあってちょっと奥の方に進んでいって、えー、見つけました、えー、同じようなテーブル席がいつも座ってるような広さのテーブル席があっても <laughs> ともと多分そこは喫煙席だったところだったんですけど今禁煙に前回禁煙になってるんでそこに座ったんですけどもそこはねめちゃくちゃ <laughs> 新たな 特等席とししして、えー、認定しましたはいあのー、いつも座ってたところは結構あのー、まあ人気の席というかあのー、おばさま方とかえー、そうですねおばさまとかおばちゃまおばちゃまおばさんおばあちゃんたちのまあ人気のスポットで席で <laughs> 結構混んでて結構うるさい感じがするんですけども奥の方今日行った奥の方はあのー 周りほぼ誰も座ってなくてあのー、めちゃくちゃ、あのー、静寂というかえ静かであのー、あの方が多いですね今日、えー、集中できましたはいやっぱ席で席一つでだいぶあのー、カフェとか、まあ、こういう作業場所めちゃくちゃ変わるんだなって今日、まあ、改めて思いましたねで今日見つけた席は本当とに、まあ、かなりかなり良かったんで もうこれは決まりですもうこれからジョナンさん行く時はそこの席に、えー、絶対まあそこ座れなくても周辺に絶対座ろうかなと思いますちょっとトイレがトイレの場所がちょっと遠くなっちゃうんですけどもまあそれはよしとしてはいで今日あれですねあ今までずっと109円の、えー、コカ・コーラ社が提供しているドリンクコーラとかカルピスとか、えー、ジンジャーエールとかだけしか飲めない109円のドリンクバーでちびちび <laughs> あのー、飲んでたんです、あのー、過ごしてたんですけどジョナさんで今日はちょっとチャレンジ新しいチャレンジをして、まあ、税込み450円ぐらいのドリンクバー、えー、を頼みましてそれは、えー、どういうのかっていうと <laughs>、まあ、全部飲めるわけですねドリンクバーのコカ・コーラ社以外のやつもホットドリンクとか僕はホットがすごい飲みたかったんで、まあ、冷たいのがだんだん飽きてきたっていうのもあってホット飲みたくて で一緒に行ってる友人があのずっとジョナサンで3年間バイトしてきたしていた、えー、ものなので詳しくて聞くとあの抹茶ラテがなんと僕の大好きな抹茶の抹茶ラテがアイスもホットも揃っていると、えー、いうわけでそちらにしまして、えー、大満足でしたはい <laughs> あのアイス抹茶ラテとホットラッチャホット抹茶ラテどちらも、えー、楽しませていただきましたアイス抹茶ラテはまあ7杯ぐらい飲,飲んだかなと思いますはい でとにかく、えー、美味しい抹茶ラテを飲んで作業も進んで、えー、最高のジョダさんでしたはいということで、えー、6分25秒ということで <laughs> で最後今日一緒に行ってるまあいつも作業一緒にしてる友人がとまあ夜ね夜飯食いに松ツケン中華食堂に行ったわけですけどいつも通りはいでちょっと話していて何の話 なんかで、なんか話をしていて、あのー、なんだっけな、ちょっと思い出せないんですけども、どういう流れで話してたのか。で、なんか、あ、そうだ、そういう僕の YouTube、この YouTube のよくコメントを、あのー、この動画日記にコメントしてくださる、まあ、さくらさんっていう、えー、方がいて、まあ、その方の、まあ、その方ちょっと、 僕はちょっと分からないんですけども実際会ったことないに、ね、多分さくらさんっていう方がいてでその方の、ま、名前もさくらだしそのアイコンもあのカードキャプターサあのちょうど僕たちが僕が何歳か忘れて結構ちっちゃい時に、えー、流行っていた <laughs> アニメ漫画なんですけどもカードキャプターさくらのアイコンなんですよそのサさんっていう方がで、えー、その、ま、友人がね最近なんか 動画日記の方にその桜さ,さんから、えー、コメントあんまりないねみたいな。結構それ前は結構毎日のようにコメントしてくれていた方で、えー、すごく僕も嬉しかったんですけども最近確かになんかコメントがなくて、まあ、友人がその最近桜さ,さんからコメントないよねっていう感じで言ってきてあ,あ、そうだよね確かにねって言ってでなんかあそういえばなんか桜さ,さん名前も桜だけどアイコンもカートキャプター桜、えー、で面白いよねみたいな感じで言ったら えみたいな友人が「<laughs> えみたいな「カードキャプターさくら」って何みたいな感じでで、えー、マジであのー、びっくりした顔で本当にもう何も知らない「カードキャプターさくら」っていうワードさえ初めて聞いたっていう感じの顔であのー、驚かれてでそれを見て僕もかなり驚いてこの、まあ、その友人同い年なんですけどもいやまさかね いやなんか確かにまあなんかアニメはあんまりまあ今日聞いた感じだと「ONEPIECE」とナルトとと「ドラえもん」とか「しんちゃん」は見てたけど他の,のアニメはあんまり知らないって言ってたからまあ分からなくはないんですけどなんかその僕たちのこの世代でカードキャプターさくらはもうなんかもう何やアンパンマンとかぐらい「お邪魔女ドレミ」とか。 プリキュアとかぐらい常識なみんな知ってる、えー、漫画アニメだと思ってたんで本当に衝撃を受けてその友人がカードキャプターさくらを全くその単語もカードキャプターさくらって言葉も、えー、と画像どんな女の子なのかも、えー、知らないっていうのはマジで文化の文化というかびっくりしましたはいこれが今月一番びっくりしたことですはいいや本当にかなり びっくりしで,でんか「カードキャプターさくら」って何って聞かれて僕も答えようとしたんですけどもあんまりだからちゃんと見てた記憶がなくて覚えてなくてしっかり答えられなかったんでまあまあ別になんかあれなんですけどもそうそうそう「カードキャプターさくら」まあそういうなんか昔の、えー、伝説の漫画とかアニメでまだまだ僕はあのアニメ好きとは言ってるんですけども見てないやつが結構、えー、実はたくさんあって。 ナルトとかも実はね、えー、ここだけの話まだ見てないですし全然わかんないですしはいオビトとかいうキャラクターはなんか出てきたの漫画でちょっとちょろっと読んだんですけどもほんとにほとんど駐人試験って呼ばれるやつとかも全然内容知らないしガーラっていう砂のやつがいるのは知ってるんですけどもほんと細かいこと全然わかんなくてしっかり位置からね、えー、まあ、揃えるままあ、揃えた方がいいのかなやっぱりで読みたいなと思ってます ね、他は結構アニメは結構、あのー、アニメは本当にありがたいことに父親の影響で子供の時から、えー、見ていたので今でも結構、まあ、今はそさすがにちょっと全あ,あれを全旬のアニメを見るっていうわけにはいかない時間的にもねなんですけども、まあ、ちょくちょく、えー、今でも見ています今見てるのはソードアートオンラインアリシゼーション「War of u n d e ワールドの2期っていうのかな違うか第2クール第3 第4クールかな最終クールなんですね。とか、あと今、D0?D0 から始め始まる始める、えー、異世界生活っていう。異世界系のアニメ。と、あとはまあ、ワンピースとか、ブラックローバーとかですね。はい。そこら辺しかまだ見てないんで、えー、ゆくゆくはね、見ていきたいんですよ。本当は。時間があれば。まあ、時間作ればいいんですけども。はい。まあ、D アニメストアとか、Unext とか。 まあ、プライムとか登録して、えー、ネットフリックスとかもあるし、見たいですけど、ね、なかなかね、あの、怖いですもん、登録したら。一時期、あの、去年の今頃とか、登録して、D アニメストアってやつに登録して、あの、このスマホでね、あの、本当に、まあ、その頃、あの、週3で出社、えー、お茶の水の方にしてたんで、その、まあ、結構、ドアトゥードアで1時間ぐらいあるんですよね。で、電車の中でも、 歩きながらもずっとその D アニメストアでアニメもうその時期に一気にもうマジで毎日何時間使ってたんだってぐらいアニメ見てましたね配給もそこで見て初めて見たしバクマンとかバクマン面白かったなバクマンとかえー、あとなんだっけなあのハーレムのやつ <laughs>、えー、この前映画になったんですけどもまあそうそういうやつとかもういろいろとにかくいろいろ見ましたわ 本当に僕はアニメ結構本当に好きなんでえそ,ういうのがそういう状態が見れる状態が整っちゃうと絶対ブログとかえ結構作業とかあのやんないでやんないでというかはかどらなくなっちゃうんで良くないなと思って今ちょっとえストップしてるわけです本当は見たいですよ僕も毎日映画見たいですし正直はいま,いっぱいえまだまだ見,見たことがないねえ素晴らしい素晴らしい作品が えー、この世にはいっぱいあるわけなんではいまあ本も読みたいですね全然最近本読めてないですね読書もやっぱりそうめんどく名作と呼ばれるやつだけでもいいからどんどん読みたいですけどねなかなか時間を作ってないっていうのはありますねはい基本だってブログ書いてえー、案件ウェブ制作の案件やってリモートワークしてたら大体1日終わっちゃうんですよね なかなかもっとだから生,生産性を上げて、えー効率化し、作業を効率化して、えー、なんとか隙間時間で見れるようになったらいいかなと思うけど、隙間時間で見てたら多分、えー、次,は次,次の話も次の話もって言って、だんだんあれってね、あの見,見させてくるんで、あのシステムは。ほんとに。なんか35秒ぐらいして、くるーって言って次の話行くじゃないですか、あれ。UNEXT とか。<laughs> D アニメストとかあれは本当に、えー、魔法の悪魔のような、ね、システムです本当に、はい、<laughs> だから本当あのアニメ見たいんで、はい、おすすめのアニメとかあったら教えてください、はい、ということで今日はまた <laughs> 15分ぐらいになっちゃったんですけども、えー、終わります明日は、えー、フリスビー晴れたらフリスビーで夜は絶対、えー、3人で、えー、サウナ活動をしていきたいと思います、はい、明日も朝から 明日こそ朝7時から米なコーヒーで作業したいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。